です。よろしくお願いします。今日は卒業コンサートということで、こんなに素敵な会場と皆さんに支えていただけて本当に感謝しています。今日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは。誰だ。のんちゃんでーす。すごいですね、卒業コンサートって。まずは池井さんの好きなところ。久保さん、卒業コンサートいつ以来ですか？初めてですか？出るのは初めてです。池井さんが3期生って言われてもなんかあんまピンと来てなかったんですけど、あ、すごいなっていうのあったんですけど、偉大な先輩方が来るとさらに、あ、本当になんか AKB の3期でやっていらっしゃったんだなっていうのを実感して、すごい感無量って感じです。感無量使い方ってないかも、そんな感じです。 OG の方とか手もでもやばいですね。見ました、生で。え、見たの？前行った。見たの？やばい、ごめんね。いや、なんかいないなと思って今見たかったのにさ。みんな、あのスタッフさんに聞いたら、みんな楽屋行ってますよって言われて、下に降りちゃった。下に降りちゃった。私とゆいりちゃんと3人で思い出のほとんどを瀬戸に入れていただいて、結構思い出のほとんどってやっぱ卒業するメンバーにとってすごい大事な曲じゃないですか。それで大体まあ2人とかで歌うのが一番仲のいい人と歌うっていうのがテーマだと思うんですけど、まさかそれに私とゆいちゃん選んでいただけると思わなくて、本当に嬉しかったです。すごい一緒に、確かにこの数年間今の AKB みたいなのを一緒に作ってきた戦友だねみたいな感じで言ってくださったので、その気持ちを込めて歌いたいと思います。やばい、実感が全然湧かないですね。でも今までみんなでたくさん練習してきたので頑張ります。悲しい、めっちゃ悲しい。でも全力で盛り上げます。めっちゃ頑張ります。やばいね、やっぱなんか結構ゆとりあるなと思ってたんですけど、もうね、メイク時間今日しっかりあったけど、なんか知らんけどやっぱ本番前こんなバタバタしますよね。します。気持ちもバタバタしてる。まだ楽しみだけど寂しくて始まってほしくない気持ちもある。今日は AKB さんの卒業コンサートということで、本当にこの今の AKB があるというキリンさんのおかげだと思いますし、キリンさんがいろいろつないできてくれた、教えてくれたこととかたくさんそれぞれあると思うので、感謝とか気持ちを込めてみんなで、キリンさんにとって本当に最高の一日になるように見送れるよう私たちも頑張りましょう。はい、はい、個人的になんですけれども、今日で総監督最後ということで、こうやって演じようと思います。ありがとうございます。本当にね、まふがいない部分とかもたくさんあったと思うんですけれども、本当にみんなが温かく支えてくれたおかげで今日まで5年間やり遂げることができたと思うので、もう本当に感謝しています。改めてありがとうございました。ゆきりんさん卒業コンサート行くぞ。あわい、ゆきりんさんのわい、ゆきりんさんトラコンウィンクみたいなネイル、ワイ、おつもり、頭にワイ、漢字一文字違いなんで、ほぼ一緒、ほぼ一緒でもない。私あっちでした。頑張ってください。頑張ります。おすすめポイントは今回一番人数少なくゆきりんさんの近くでできるのがチッパーなんですけど、やっぱり近くでパフォーマンスできる機会って本当にもうないと思うので、隣にいるゆきりんさんを目に焼き付けたいと思います。もう自分が全然出てるところでいいのであれば、もうずんどの2人 MC です。もう今日はそこに2人で命かけてるので、あんま MC とか打ち合わせしないんですけど、ガチガチに今回固めましたので、一上洗いでも取れたら。ちょっとしますよ。同期 MC で頑張ってますね。すごい、妹の Wi-Fi 滑りまくっててびっくりした。大丈夫そう。あれ事故並みにすごい滑ってて最高でした。さすがうちの同期だなと、16期さすがだなと思いました。盛りだくさんすぎてなんか
17年間ってこういうことじゃないと笑わせられないんですよね。すごい。でもなんかこれ以降もうこういう OG の皆さんの駆けつけとか MC とか聞けないんだなって思ったらちょっと心にきますね。待っちゃいましたね。始まったらあっという間でしたね。寂しいです。いつぐらい向井さんはああ柏木さんいなくなっちゃうんだって思ったんですか。どのあたりだろう。あ、火山灰、もうリハーサルの時から火山灰を聞いて本当に涙が出て、なんかゆきりんさんがどれだけの思いを込めてアイドル17年間過ごしてきたんだろうっていうのをすごい感じて感動したんですけど、やっぱ今日本番の火山灰を裏で聞いてて、なんかその時に本当に実感しました。総監督として。そうなんです。最後の実はそれもまた一つ大きなお仕事が終わったというところですけども、振り返っていかがでした。なんかちょっと私はまだ実感湧いてないです。ゆきりんさんの見送ることに全ての感情を持っていかれているのでもう実感ないんですけど、でもまあ、その総監督を退任することをスタッフさんたちと話し合ってて、切りよく年末年始で終わらせるとか、なんか発表会1ヶ月で退任するとか、いろんな案があった中でこの日までやったのは、本当にゆきりんさんがなんかミヨンの総監督で卒業したいって隣で見送ってほしいって言ってくださったその一言があったからなので、無事に総監督として最後のお仕事、ゆきりんさんを見送るっていうことができてよかったです。ありがとうございました。お疲れ様でした。おはようございます。 AKB48 です。昨日の卒業コンサートから2日目の今日は AKB48 がまた新たなスタートを切る大事な一日になると思います。2公演ありますが、タイトなスケジュールの中頑張ってくださり本当にありがとうございます。今日もお力添えよろしくお願いします。よろしくお願いします。すごい広め緊張してるんですけど、アリーナでたくさんのファンの方に私たちのパフォーマンスが見ていただけるのですごいワクワクして楽しみです。楽しみな気持ちもあるし、結構今はまだ不安が大きいかなっていう感じです。すっごいなんだか緊張はしてるんですけど、本番が近づいてが近づいたんだなって実感が多いんですけど、今までで一番楽しみだ。そうだね、大きいです。いや私も、いやもう不安、緊張、いやもう楽しみより大きくてどうなるのか不安なんですけど、楽しみたいっていう気持ちでは、あります。わかる。全力で楽しむことが今一番かなと思います。昨日の卒業コンサートがすごい素晴らしかったので、次の日の今日のコンサートがすごいしっかり大事になってくると思うので、皆さんまたこう気持ちを新たに頑張っていきましょう。はい、はい、初めて、そうだよ、ね、そうだ、19期みんな今日おめでとう。よろしくお願いします。お願いします。ハルコン昼の部行くぞ。あーお願いします。お願いします。ドキドキしてるんですけど、でもこんな可愛い新衣装を作って楽しみ。昨日はちょっと前ゆきりんさんの卒業コンサートで、結構なんか寂しい気持ちがあったんですけど、今日はその気持ちを、まあ、なくしたらダメだけど忘れちゃうぐらいたくさん盛り上がって輝こうね。うん。で今日は19期ちゃんもお披露目ということでね。あ、今日初めてですか。今日。そう。すごい。ここで。だから新たな AKB のスタートをね、私たちも、なるさんも、なるさんも総監督になった、私たちもね、盛り上げて、はい、楽しむぞ。せーの、楽しむぞ。バイバイ。
分かったので、それがすごく嬉しかったし、頑張ろうって思いました。どうしたの、そんな泣いて。どうしたの、何言いくなっちゃった。楽しい。の流れで母ちゃんから聞いちゃったんですけど、でもゆりなさんとずんちゃんは知らなくて、同期から2人もういなくなっちゃうんだって思うとすごい寂しくて、もうなんかもうバーってなっちゃいました。なんか楽しかったのに。同期も1人入っていて、複雑な気持ちでちょっと1公演目が終わってしまって、もう私エイトの曲の時テンテンと2人で歌ってたんですよ。もうそれ最後だったってことか。 KLP に行ってきます、マレーシア。いやもう今日はその発表があるって自分は知ってたから、もうそのことで頭がいっぱいいっぱいです。楽しかったですけど、もう大きいコンサートも多分これが最後、私的にはすごく前向きな決断なんだけど、寂しくなっちゃう。ファンの人も今まで応援してくれた人たちはきっとえっって思ったと思うんですけど、でも新たな挑戦ということで KLP48 に属して1期生で、まあ、1期生ってすごい多分いろいろ大変なことも多いと思うんですけど、もう本当に前向きな決断だからね、10年目でこんなすごい大きな第一歩を踏み出すチャンスをいただけたことはすごくありがたいことだと思うので頑張ります。自分的にはもう自分の中で勝利してしきった状態だったので、なんかみんながこんなに泣いたりとか寂しがってくれるんだっていうのが想像外だったのでびっくりしたけど、ちょっと嬉しかったです。はい、AKB48 でいろんな経験をしてきて、今8年目になるんですけど、8年間とか7年間自分の中で自分なりに手を抜いたことはなくて、でもやっぱりずっと前に進めるわけじゃないっていうのがあって、で最近やっぱり前に進むのが難しいなっていう気持ちがいっぱいあったんです。でその中でいただいたお話で、頑張り方を変えて頑張り続けるのもあったんですけど、まあもう8年目だし一歩踏み出してみるのもありかなと思って決めました。行くからには世界のクロスになっていきたいと思います。本当に数ヶ月、今年に入ってからお話をいただいたんですけど、毎日朝から晩までもうずっと悩む日々というか、ずっとそれをのことだけしか考えられない日々だったので、こう決断をしてようやく今日発表することができて、もうホッとして、今もすごいとんでもない眠気に襲われてるくらい本当にホッとしました。発表された時のファンの方も顔を見た時になんか苦しそうというか、まあ、私のことを応援してくださっているからこそ応援したい気持ちはありつつ、行かないでっていう、なんていうんですかね、口パクで言ってくれる感じとか、本当にもうごめんねって思いながら涙が止まらなくなっちゃいました。本当に大好きな AKB48 から離れる未来が全然見えてなかったところでの急なここでの移籍だったんですけれども、自分が中心にいるグループに初めて行くので、グループを引っ張ってグループを大きくしていつか AKB48 を超えられるくらい大きな存在になれるように頑張ります。皆さん KLP48 の応援もよろしくお願いします。
昇格おめでとうございます。ありがとうございます。これから AKB48 の中心やセンターを目指して頑張ってください。よろしくお願いします。応援皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。順番に呼ばれてたからめっちゃドキドキだ。ドキドキでした。やっぱり昇格したことは嬉しいし、ずっと目標にしてたんですけど、研究生でいることが居心地が良かった、なんかそれに慣れてたので、昇格して17期がちょっとバラバラになってしまったりとか、甘えちゃいけない環境になって、さらに気を引き締めていかなきゃいけないなっていう、ちょっとだけプレッシャーもあるんですけど、やっぱりこれからまたスタートということで頑張りたいと思います。今はやっぱりまだ研究生か正規メンバーになりましたっていうので、なんでめちゃめちゃ気持ちが変わるかって言われたら、やっぱりそんなわけでもなく、やっぱ私たちにもまだまだこう足りない部分とかも全然ありますし、一人一人なので、そこをやっぱ補い合って、やっぱりこう今正規メンバーさんたちに負けないぐらい上に上がっていけるような10人で頑張ります。これは嬉しいことなんですけど、バラバラに昇格しないでみんなと昇格できたから、これは普通に嬉しいこととして、でまだあの時はまだ一応研究生ってことでコンサートに出ていたから、なんかまだ時間空かないんですけど、これからなんかいろんな活動していくために、なんかあ昇格したんだって思う機会があると思うんですけど、なんかこのフレッシュ感とか楽しさを忘れずに頑張りたいと思います。こうやって実際になるとまだ実感湧いてないです。なんかでも18期19期のみんなと一緒になんかツアーもあるっていうのを知って、なんかより気を引き締めて頑張らなきゃなって思いました。うん、なんか自分が絶対しないだろうなって思ってたので、17期全員で昇格できたのがすごいびっくりしました。しかもなんか2人だけさ、めっちゃまーそう、めっちゃまーって私たちの時だけ、ね、まーって名前呼ばれる時なんかまー長いの以上ですとか言われたらどうしって思って、だってのんちゃん呼ばれて最後だったんですけど、ごねちゃん以上、そこで以上です、まだ来ない怖かったです、ね、めっちゃ泣いてた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 、泣いて、もう本当、でもさ、泣いた後になんか水にらへんが喋ってる時にそらちゃんにね、マスカラ取れてないって聞いてたやめてくれ、本当に本当にやめてくれ。でも嬉しかったです、ね、ツアーめっちゃ良かったからさ、前の置き場のところに行ってもらっていいですか。嬉しかったです。しかも研究生みんなでできるから、え、ユニットね、組み合わせ色ができるから楽しみ、激アツ。いやもう本当にびっくりして、なんかためがあったじゃないですか、だからみんなで昇格できないのかなって思ってすごい不安だったんですけど、結局最後はみんなで昇格できたということで、なんかわだかまりのない時間、昇格だったなと思ってすごく嬉しい気持ちでいっぱいです。なんかいよいよ始まったんだなっていうのは、もうでもこの2日間がずっとそわそわしてて、昨日もゆきさんを見送りたいっていう思いと、やべえ明日からだっていう思いがもう入り混じってて、気が気じゃないというか、こうなんだろうな、半分明日を怯えながらみたいな感じで昨日を迎えてたので、もう本当に構えてた分すごい緊張してたりとかは意外としてなくって、どっちかというとやばいからちゃんとしなきゃ、気を引き締めなきゃっていうのをすごい頭にあるので、それが変に気張ってるような感じでもなく、こうしっかりしなきゃっていう思いで、メンバーに対してこうエンジンだったりとか、こう声かけるタイミングがやっぱりあるの でエンジンとかも緊張するかなと思ったけど、どっちかというとこう自分にも言い聞かせてるような感じで、こう引き締めないとなっていうのを思ってたので、うん、なんかそうですね、自分的には決意のコンサートみたいな、うん、になってます今のところ。やっぱ少しこう責任の重大さはすごく感じていて、みんなの視線を本当に集めてる感じがすごい感じるし、でもだからなんか気合が自分も入ったし、ちゃんとしなきゃっていう、うん、自分をしっかりさせてくれるんだなっていうのもすごい感じたので、
うん、気負うこともなくというか、みんなで本当に作り上げていかないといけないと思ってるので、みんなで頑張れたらなと思います。ゆきさんの卒業が昨日だったり、私が今日から総監督で、こうおんさんが総監督退任されたり、卒業していくメンバーも多いし、こう逆に新たに加入してきてくれたり、海外で頑張ると決意したりと、本当に大きく変わっていく AKB48、もうすでにこう大きい変化を感じる2日間だなとは思ってたんですけど、また一からこうメンバーでこうしっかり一致団結して頑張る時なのかなと思うので、みんなが AKB 大好き、楽しいって思うようなでいたいし、ファンの皆さんもそんな私たちを応援したいなって思ってもらえるように、これからも頑張りたいと思います。お願いします。はい。